めっちゃ飛ぶつー、めっちゃ飛ぶやからこれ飛ばなあかんはずやで。スタート全部取らないと多分ゴールできない。ふっ、刺すな。あ、でもスター取ってないから大丈夫や、あいつ届かへん。ちょうどで届くようになってると思うね、ヨッシーとノリステと全部含めて。じゃないとこのコースの意味がない。行きましょう、カッコン、カタカタカターン、よい、スイー。これぐらい行かないと無理やで。多分ルイージギリギリ届かへんと思う。スター持ってなかったもんね、あなた。スターの速度がないからギリギリ調整されてるはず。さあどうか、ルイージ、そろそろ亀裂の連絡入ると思いますが。ん、えらい飛んどるだ。亀裂の連絡入ったね、さすがに。スターがないと無理だからね。ギリギリまで引き付けて。ふっ、オッケー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。イントゥーザスノー、シャーベットイル、シャーベットイル、スタート。サイリム取らずに行きましょう。右捨てで完結するんでしょうか。さあ後ろのマリオはご機嫌のように見えますが、サンダージャンプの準備決まっていく。足回します。ゴボですね。アイテムじゃない、アイテム取っても抜かされるもんな。行きましょう。クリオなかなかの圧かけ論です。カツラ圏外、スター全回収迎えたい。スター全回収、オッケー。3本残したいな、できれば。敵残していきたい。突き放せ。いや、マリオなかなか上手いな、キャラコンがね。あんま距離をずれたらならへん。すぐ詰めてきよる。アイテム取る暇もないわ。壁キックスタートも決めてくる。空中に、これを見て。当然スター、スターはやりすぎやって。カツラやるぞ。わざと時間かけよう、ゆっくり。よしよし、じっくり料理しよう。オッケーオッケー、もうすぐカツラやったら負けるから。どうだ、スターのおかわり、ワンチャンズいったか。これゴールちゃう。突き抜けてゴリン。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。サンスクーセル、サンスクール、赤コイン全部取ってからゴールってことかな。赤コイン無視できる可能性もあるから、とりあえず右向かおう。これ誰の動きで負ける。やばい、考えてること同じや。悪いやつおるもんやな。連打勝負、あかん、行かれる。結構遠いな、思ったより。いっけ、いやー無理か、抜かされたいけどな。抜かされたよ、おかしいけど。なんかなれ。ふっ、連打勝負で勝つわ。ふっ、いけー、どうした。突入ジャングル深部、ジャングルの深部スタート。どのようなステージなんでしょうか。聞いたことあるステージだけどね、ジャングルの深部。はい、ガキボの頭でキラブレ用意。空中武蔵という概念も存在したりするが、超上空空中武蔵。おっと、かわしてきたか、浮いた。これらコンビネーション、さあマリオ、ルイージを担いでダイレクトに入ってて、ルイージやり直しですが、間に合いませんよ、それをやり直しは。よーい、スタート。ルイージ間に合わない、行きましょう。青きのこです。なんやこれ、気絶要素ありのバトルコース。回転ジャンプ主軸、主軸で行きましょう。フリオがややリード、押せていきたいが、無限ループ脱出できない。なんかブレーキングが入った。どうやったら脱出できんねこれ。脱出難しいな。たまたま脱出できたらいいけど、シャンシャン。たまたまいいけどね、シャンシャン。行きましょう。さあ、加速ついた、気絶要素あり。むずない、普通に。こうかな、いや無理や。あいつうまい。あー難しいぞ。なんやあれ、一体何。頭ぶつけな無理やな、小ジャンプ無理やもんね。あれおかしいな、えらい難易度高いコースやね。ルイージ気絶するやろ、さすがに。あそこ突破できるやつなかなかおらへんね。ほい、よし、しゃがんでブレーキ。ルイージ気絶、フリオどうか。はいはい、行きましょう。フリオどうか、いやーどんな感じ。ギリジャンかな、こういうことやな、こういうことや。頭ギリジャンや、それだけの話だったわ。そんな難しいコースなかった。いけ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 、で、ブンブン来るかな、ブンブン、よーし。あーこれ奥まで滑っていったら芸人コースやな、完全に。閉じ込められちゃう、面白いコースやね。マリオあれどっか行ったわね。ファイヤーなくなったんや。行きましょう。ほい。あ、これのまま突き抜けようか。で、食らってくるやってさ。食らってから、トゥイッチ、生締めコース。オッケー、オッケーは、ウギウシャンシャーン。ウギウギシャンシャーン。です。スーパーマリオブロス1の1。スーパーマリオブロス、スタート行きましょうか。1の1行きますぜ、ね。はい、つけていきましょう。ショートカットどうか。ショートカット行きましょう。階段勝負の段階になりそうやな。おっと、低め。プリッとしてくる可能性。プリッとしてこない。行きましょう。超絶ギリジャンから調整。スーパージャン。いやー、今のいい。今のめちゃくちゃいい攻め。3年生が作ったスピードラン。大学3年生が作ったスピードラン行きましょうか。スタート。サンダージャンプから行くか。サンダージャンプから行かなあかん。もしくは壁キックスタートやな。ふっ、壁キックスタートによって行っといて。はい、パブラックス。
パーフラックスで赤コイン集めなあかんタイプやな、こういうのって。ゼッターズいけるかな。ちょっと滑るか、滑る、ちょっとカットするわね。芝刈ってから行く戦法で OK で、これで勝つん、はい、いいよ。時間は思う存分ありそうだけどね。で、勝つんでいきましょうか。ほんでポンパンスタースターラインいきます。はいはい、いや、ちょっと戻ろうか一回。カツラグはカツラで延長、ふっゴー、延長かけたんでね、大丈夫。よしよし、ミスター分子猫で延長つけなきゃいけない、ふっ。うわー、これ上からいけるかな、いけるな。あ、それからいけた、よかった。この下むずすぎやで、いけるかな。ファイヤー、これが来そう、これが来る、これが来る。あいつやられてなかった、ゆっくりいってたんや。ゴリン、世界を敵に回すとこうなる、世界を敵に回すとこうなるコース、なんのことや。うわーっと、普通に気絶したけど、あーほんまやな、世界敵に回してそう。ルイージ危ないぞ、ルイージ耐えてんのか、無理やろ、世界敵に回しちゃってるからさ。うわー、これ難しい、え、これむず、クリアできんのか、これ初手限定戦やろ。達成するか、隠しゴール来い、ない、逆に今チャンスか。難しいけど、なんか無敵時間利用して上の方行けたらチャンスあんのかな、わからねえ。これチャンスある、無限技術やろ。誰か倒さなきゃ、ルドビック倒すべきかな、まずは HP 削って。乗り物取らなきゃ、うわ、どうなってんねん、俺どこや、俺、あー、もうルイージも合流ストッパー狙ってるから、クッパジュニアがそろそろ消えそうやな。クッパジュニアあと1回ぐらいちゃう、その隙をつきたい。うわーっと、俺気絶してないけど、あー気絶した。でクッパジュニアがあと1回自分で攻撃したりしてクラウンのければチャンス、どう、なんかかわしてるぞ、奇跡的に、奇跡の神回避、すごい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 ぞ、すごいぞ、これすごい。ヨッシーデンター、ヨッシーデンターズ、スタート、ヘルメットかぶって書いてろ、書いてた、押しオープン、無敵時間使います。どうか、ヨッシーは関係ないか、いやー、これはもったいないダメージになるかな、ちょっと。よし、押し出してゲットするか。押し出して。ゴリン。オッケー、オッケーは、うぐ、シャンシャーン。押し出して、シャンシャーン。で、クエ。クエ行きましょうか。ファイヤー二つ。一つくれ。よし。そのまま、無限。私、無限ヒットドロップにしといて。ただ、俺が始末されちゃうから、それから、ヒットドロップのお返しで。ブンブン来たぞ。各自、ブンブンの対策本部よろしくお願いします。勝つ、ダブル規律。トリプルフィルさんはできるか、無理やな。マリー相手を取る、ずれろ、無限ずれ、オッケー、無限ずらし、いきます。クエですから、おだりどころの可能性、貫通剣を切りましょう。ガリ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 、やばい、上に打ち上げられて、ゴリン、スペシャルアクティブ、スペシャルアクティブ、スタート、いきましょうか。さあ、お化けがおるよというコースですよ。テレサもおる、アイテムはどうか、アイテムキノコのみ、オープン戦になります。どうか、転がり込んでいきたいところやね。転がり込んでいく、なんか抜かしようとあってほしいな。このまま走るだけだと負けちまう。オープン戦。どうか、なんかだれ、なんかマシュマロとか出てこい。下が正解か。よし、いいぞ。結構追いついた。ドッスン。ドカン。うわー、同時参りか。いいな。めちゃめちゃええやん。急ごう、ハバトミングメンバー。加速していきたい。中間ってことはまだ楽しめそうやね。あいつら上手いね、二人とも。めっちゃ早い。さあ、ここで2位浮上。どうだ、ルイージスピード乗ってないぞ、チャンス、いけ、スピード乗せろ、俺がゴー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 、ルイージスピード乗ってない、かなり距離詰まってきた、距離詰まるよ、実況プレイ、フッ、クイックターン、ハマトフィーメンバー当然入れます、はい、あー、ここでずれたら負け確やないかい。グディまだ負け確じゃなかった、いけ、あー、位置捕まえに行こう、フッ、ディープドロップ、坂の下り、もちろんターン、はい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 、いけ、いやー、ボス戦、ボス戦じゃない、お化け様子が変、よっしゃ、ついに逆転、ルイは、ルイ退場、マジか、ここに来て退場か、ありがとうな。自動販売機、自動販売機行きましょうか。どのような販売機か、スタート、当然右上から行くよな、これな、上から行っといて、当然右行っといて、おっと、クッパ戦か、じゃあこっちが正解っていうわけでもなさそうやな。これクッパ倒すツールートに帰ろう、一回やれた方がいいよな。さあ、クッパに虫歯割れるか、ヘルメット、
ヘルメットといろいろ多分取ってからね。そうそうそう、これ販売機してからクッパと戦いってことやから。ファイヤー今あったよな。あー、クラウン、ファイヤー、ファイヤー持ってた方がいいな。で、これで戦おう。上から戦いってことやね。さあ、ルイージ戦うツールないんか。俺戦うよ、これで。はい、いけ。で、火力出えへんから一回降りようか。降りたいけど、まあ一応ヨッシーに乗ってたから安全か。サンダーファイヤーで、ツルとヘルメットで、ほいほい、ファイヤー。あ、俺やろ、さすがに俺のはず。よし、俺ヨッシーで行くわ。ヨッシーで超上空ダイレクトボンバー、ゴリン、スーパーマリオスロー2、USA マリオマーゴール行きましょう。スタートはこれですね。 USA やろ、一つ目配るか。いけ。はい、開封してからここから抜かす戦法で行くわ。うわ、邪魔された。うわー、しばらくなってもた。きつ、普通にダメージ食らった。ルイージ行ってもた。ほんで、どっちが正解？ルイはどうか。もう、ええー、って欲しいわん。お前が欲しいわんわん言うからさ、あげたんじゃ。初心に帰る。初心に帰る行きましょう。スタートー。上からオットブリッドラって、これ子を亀裂に追い込んでいったという立ち回りになって、上に打ち上げられて。一旦2番手か。1のなんぼか ?1 の1がそういう感じの形には見えるんですけどね。入っていきましょう。なんでしょうか、アイテム。猫っぱいいね、強い。ライナーで当然ルイージ控えて、復活ことができます。斜め45度のこの速さね。滑り込んでいく。オッケー、ゴリラ。わあ、50コイン5枚取ってからゴール。スタート。さあ、まず1枚。こう、みんなで、連打でとりあえず上取って、手柄泥棒一番払ったんですから、取らへんよ、これ。そんなんなしやで。ほい。スコア300いったってことはもう取ってるな。あ、青いで条件達成しそう。取れ、早く。青いでスコアもういってんねんで。気づいてなさそうやね。スコアが400やから、それでも条件ってことで気づいてないな。ほい。さあ、ナミッキー。よいしょ。これによって。俺、完全に夢で見たシーンや、これ。これ夢で見たぞ、このコース。はい。行きましょう。今のシーンなんか夢で見ました。もしかしたら過去に見たんかもしれんけど。のこのこ洞窟。のこのこ洞窟スタート行きましょうか。さあ、まずは入っていきます。来た。ちょっと狭いコースになってんな。危ないね。のこのこ直撃しそう。おーっと、そうやろ、ルイージ。未来強気に。いや、ルイージね、もう判定上回数知識やったけどね。俺的にはセーフでもいいかなと思ったけど。ギリギリアウトやったかな。滑っていきまして、ポーン、パーン、中間。ほんで、これが中間前発症で気絶かな。マリア中間取ったね。はい。キラープレイ。オッケー。料理しつつ、自分だけファイヤー取っていくという自分勝手なプレイングによって、勝ちを保証していきましょう。なんやこれ。あ、上にどっかあんのか。で、これで洞窟脱出でゴールインやね。この子足折りするか、足折りしていって、ゴールイン。マリオ VS バウザー。マリオ VS バウザー。スタートー。ただ飛び越えてゴールの顔されるから怖いよな。中間、早い段階での中間は余計怪しいな。青いでも中間もクソもないからいらんやろ、中間。関係ないやろな。スタート地点と同じやもんな。飛び越えられる可能性。オッケー。グフグフ。行きましょう。グフグフ。スーパーマリオのゴール。やばい。俺も欲しい、スーパーマリオが。行け。よし、もし込んだ。ギリギリ。あー、食らって、失いそう、普通に。あかん。マリオ失った。難しいんかな。補充やったら負けるから、預けた方がいいか。マリオ補充の方どうや。補充の連絡なしやな。ってことで、この子爆発せ、素直に。自分の力信じてな。クールクールスロープス。クールクールスロープス。スタート行きましょう。滑り込みからジャンプ。そして、もう一度、登っていきたい。滑り込みからジャンプ。爽快コース。ルイージ早い。マリオなかなか上から預けてくるが、大丈夫、ここで、しっかりと締め切りがあるわ。あ、ファイヤー取ってるよ、マリオ。じゃ、先行くかな、ルイージ。オッケー、先行くなら先行き。カッコン。生前に行きましょう。中間か、うわー、気絶しそうだけど、キノコあんねやったら大丈夫そうやな。これ、左やな。この感じ。様子が変や。よっしゃ、当たった。で、こっから降りていきたいが、どうか、針ある。なんかそうやな、記憶にあるコースやもんね。記憶に新しいコース言うんですけど、まあ、昔からあるコースやんな。4年前、5年前、マリオメーカー2発売当時からのコースやから、なんかややかすかに記憶があるっていう、そういう感じですわ。ゴリン。
オッケー、オッケーは、うぎぐ、シャンシャーン。ご視聴ありがとう。シャンシャーン。